皆さんこんばんは、ワドです。2018年4月の13日21時56分です。よろしくお願いします。夜のお散歩です。寒いね、今日は。よろしく。寒いね。はい、ワド2、みんなよろしく。どれくらい歩く予定？いや、30分ぐらいかな。時間的に言ったら。今ね、ちょっとね、打ち合わせをしていて、で、帰るところなんだ。家から近所だから30分ぐらい歩く感じだね。まあ、喋りながら、東京の街並みを楽しんでいってください。ここは喋りながら歩きますよ。お腹すいたなぁ。腹減った。あ、寒い。今日冷えるな。はい、こんばんは。どうも。寒い。 T シャツ1枚失敗したわ。急に冷えるからね、春先油断できないよね。目的地は俺の家。今かね、帰るところだね。家に帰る感じです、僕は。30分ぐらいのお散歩ですね。はい、こんばんは。いらっしゃい。半袖っすね。めちゃめちゃ寒いっすね。カレオさんいらっしゃい。めちゃめちゃ寒いっす。いや、こんなに冷えると思わなかったっすね。
帰り何食べよっかな。多分さ、のんちゃんもお腹空いてるんだよね。いや、体調悪いって言ってたけどね。なんかね、わかんない。すげえ眠っちゃったの。多分疲れてたんだと思う、旅の疲れとかで。でもね、体調悪いっていうか熱とかは特になかったね。多分大丈夫だと思う。多分大丈夫だと思うけど。まあ、歳だからね、俺もね。若いって言われても30超えてるからね。やっぱ20代の若さとは違うよね。傷の治りも遅いし、疲れが抜けないし、まあ、これから悪化する一方なんだろうけど。食事大丈夫だよ、うん、ありがとう。さっぱりしたでしょ。東北ゴリラさんいらっしゃい。結構ね、髪の毛切ってよかったなと思って。1000円カットだけどさ、やっぱ男は短髪だよね、うん、この方がいい？ありがとう。こんばんは、渡辺さんいらっしゃい。ハート花火ありがとう。ありがとう。渡辺さんいつもありがとう。はい、ちびたさんはどつ。いらっしゃい。何食おうかな。これから夕飯、そうだね。結局俺昨日何食ったんだ。なんか、あ、中華そば食ったっきりか。まあ、家に帰ったらね、冷凍チャーハンあるから、それでもいいんだけど。なんかたまには作りたいかな。のりこになんか作ってもらおうかな。のんちゃん見てる？のんちゃん見てたらコメント書いて。のんちゃん最近コメント書かないんだよね。なんでなんだろう。なんか魚の煮物、なんか鍋とかやりたいよね。うん。ミルさんいらっしゃい。どうも。なんか魚食いたいよね。魚。魚のタラの鍋うまかったかな。タラ鍋とか。おお、亀尾さんいらっしゃい。のんちゃん疲れてんのかな。のんちゃん元気になると嬉しいよね。元気なのんちゃん楽しいからね。おい、キングバスさんこんばんは。いらっしゃい。
今日は自炊すっか。なんかさ、あのお弁当の企画ってもう終わっちゃったのかな。お弁当のやつ、配信は締め切られちゃったんだ。やればよかったね、お弁当ね。やればよかったな。終わっちゃった最近ふわっちね、いろんなイベントやってるから頑張ってるよね。甘いもんも食いたいな。おかず鍋がいいかな。なんか魚の鍋とかいいなとか思ってるけど、すき焼きとかお米買って鍋、辛い鍋とかね。すき焼きいいね。すき焼きよく食うかんな俺。おい、ミミさんこんばんは。どうも。揚げ出し豆腐最高じゃん。俺も大好きだよ、揚げ出し豆腐。うまいよね。俺のばあちゃんが作るさ、揚げ出し豆腐が最高に美味しかったな。ばあちゃんによく揚げ出し豆腐作ってくれってねだってたな。懐かしいな。揚げ出し豆腐美味しいよね。ねえ、美味しいよね。オッケー、高層ビル群みたい。タカさんオッケー、こんな感じかな。見える？どう？リクエストにお答えしましょう。じゃあ皆さんに東京の夜景をプレゼントします。俺のばあちゃんはずっと調理師免許持って調理人だったから、お店も何軒もやってたからあれなんだよね。料理すごい上手。大都会、ここはね、中野だね、今。中野坂上っていう駅で、ちょうど今向かってる方面っていうのが西新宿のビル群なんですよ。だからまさにその東京を代表する夜景じゃないの。
東京1回しか行ったことない。じゃあ楽しいでしょう、こういうの。ねえ、キラキラしてて綺麗だよね。これがね、中野坂上って。あの、ソフトオンデマンドって AV の会社とかあるの、この辺じゃなかったな。テンガとかさ。この辺はだから、AV の、AV 女優とかも歩いてるよ。中野坂上、そうそう。あ、友達住んでんの？うん。俺は、新宿と渋谷と中野の、境に住んでるから。西新宿5丁目ってね、もう、面白いエリアなんだよ。川越えると渋谷、道路一本またぐと渋谷、道路一本またぐと、中野坂上だから。中野とね、新宿と渋谷区の、区境なんだよね。まあ、簡単に言うとは新宿の端だよね。ビルの明かりで、だからさ、眠らないよ、本当に。うん。だから、昔はさ、うわ、都会だなーなんて思ってた。俺、成田の田舎者だから。だけどね、最近もう5年も住んでるとさ、岡山から帰ってきた時、あー、東京帰ってきたなーって思ったもん。なんか自分の街だよね、もう。愛着湧いてきたよ、この街にも。新宿に住むとは思ってなかったな、俺。田んぼいいじゃん。そうそう、眠らない街。で、夜景が綺麗なところから帰るからね。タカさんが夜景見たいって言ってたから。なるべく手ぶれが起こんないようにしないと。メガホンありがとう。菩薩さんいつもありがとう。やっぱ手ぶれしちゃうな。手ぶれ気をつけるね。みんなが見やすいように。やっぱね、パソコンだからさ、ぶれるんだよね。街灯さえない、いいじゃない。それが人間らしい生活なんだよ。こんなさ、ギラギラした街より。メガホンありがとう、ミミさん。渋谷に住んで24年あ、じゃあもう都会っ子だ。うん。夢子さんいらっしゃい。じゃあ渋谷だったらもしかしたらご近所さんかもね。アイテムありがとね、みんな。ここは山手通りっていうのかな。通りの名前わかんないんだけど。多分山手通りだと思う。はい、こんばんは、鉄さん。こんばんは。ひろちよさん、こんばんは。酔わない画面見てて大丈夫？そうだよね、山手通りだよね、ここね。で、公園からね、見るあの夜景が綺麗だから公園行くね。山手通りでありがとう、教えてくれて。俺ね、住んでまだ何年しか経ってない、5年ぐらいしか経ってないか分かんないんだよね。東京の人間じゃないから、もともと広くなったんだ。そっかそっか。延長します。ここをね、この細い路地に行ったところにあの公園があるから。ほど広いね、この通りはね、山手通りはね。おお、真島さんいらっしゃい、久しぶり。アイテムありがとう、いらっしゃい。今ちょっと夜景が綺麗な公園行くから待ってて。2つ、この通りに2つ綺麗なポイントがあるから。はい、こんばんは、解放。
ここの公園からね、ちょっと丘になってるから、この公園から撮ろうか。高層ビル群。いや、寒いなぁ。みんな、東京冷えてるから、東京の人は風邪ひかないようにね、温まってね、お風呂とかで。ライザップ？ライザップなんかいいんだよ。歩きな、そういう金払ってどうにかしようと思って痩せよう。ライザップはダメよ。炭水化物取らないだけだから。こんばんは、ニャコ。メガホンありがとう。こんな感じ？ちょっとな。ちょっとあれか。微妙だね。もう一個のところ行こうか。タカさんどう？ちょっとな。微妙だな。ちょっと微妙かな。もう一個のところ行こうか。いい感じ？お疲れ様です。ジム帰りじゃないよ。ありがとう、匿名さん。今ね、打ち合わせをしてた。お疲れっす。ここも綺麗？ね、もう一個のポジション行くわ。すげえ綺麗なところあるから。タワーマンションも人が住んでね、明かりがすごいいっぱいついてる。すごいよね。月60万とかすんだよ、あそこ。家賃。月60万の家賃俺は払えないな。新宿住み憧れるのは、いやー、ないよ。本当にないよ。俺はおすすめしない。なんか、虚像だよ、虚像。キラキラしてるように見えて、中身はないよ。お金を持ってる人とかだったら、東京は楽しいと思うのね。消費をする街だからさ、お金つかむんなら面白い。夢を持ったりとか。だけどね、人間が住む場所ではないと俺は思ってる。遊ぶ場所だよ。家賃高いよ。すごく高いよ。もう一個俺のお気に入りのポイント行くね。もうすぐだから。1分ぐらいで着く。税金も高いしね。多分ね、今から行くところの方が綺麗だとは思うんだよね。レッツノート、もう手に入れたの？もう手に入れたの？さあ、夜景どうかな？タカさんのリクエストだかんね。タカさんにいい夜景を届けられたらいいけど。ここがね、俺がね、よく、なんかこう、映画的に使えるなと思ったポイントなんだけど。こっちの方が綺麗かな？じゃあ行くよ。こんな感じ。どうかな。こっちの方が綺麗じゃない？こうタワーマンションがあって川があるんだけど、こっちの方が綺麗かな。どう見える？昔、板橋のワンルーム6万。ああ、板橋だったらそれくらいかもね。これ、日本一多分高いタワーマンションだと思うよ。これマンション、ビルじゃなくて。これ左側に映ってんの。あ、新しくできたやつで、それは。これはね。これ多分日本一高いマンションだと思う。綺麗だね。キラキラしてる。ここは神田川だね。神田川。いいでしょ。新宿って感じだね。やっぱこっちの方がいいかもね。ビルが綺麗で。下から撮った方が多分かっこいいんだろうな。下から撮ってみようか。
画角をちょっと調整して、まあこんな感じですかね。僕のお気に入りのスポットです、ここは。オッケー。よいしょ。てか意外と家近いな。もう家着いたわ。夜景が綺麗だよ。じゃあ家着いたら俺はのんちゃんと飯食うわ。で、多分その後雑談やると思う、一枠。四時間枠。見に来てくれてありがとう。うん。いいね。とんでもない。そうそう、桜が咲いてたあたりね。いつかお金貯めて東京行く？ね、東京来たことは、板橋6万って言ってたもんね。ここの通りも好きなんだよな。ちょっとノスタルジックでね。なんかこう、ビルの隙間にある、こう、平地っていうか、いいよね。この公園とかも、道路に公園があるっていうのがなんか東京っぽいよね、なんかね。ホラー映画っぽいけど、ちょっと。じゃあ皆さんお疲れ様です。僕はのんちゃんとご飯食べて、ご飯食べ終わったら多分放送やります。お疲れ様でした。ここ俺の家。家の目の前の公園。羽衣湯っていうさ、あの、銭湯がある。お疲れ、ありがとう。ハートありがとうね。じゃあ皆さんお疲れ様です。家に着きました。うん。ありがとう。またね。開けて、のんちゃん。のんちゃん開けて。のんちゃん？うん。鍵を忘れた俺が。ありがとう。あ、今。ご飯さ、なんかさ、煮物作ってくんね。煮物つうか、あの、魚の鍋みたいなの作れる？買いに行こう。じゃあ、お疲れ様でーす。ゆっくりするよ。ありがとう。